皆様どうも、こんにちは。本日はですね、ここに書いてある通り、最近ですね、例えば社長さんだとか、あるいはですね、その開発部長さん、そういった方にですね、インタビューが行われたみたいなんですけど、メディアとかはですね、いろいろあるみたいなんですけどね。それと、あとは、各メーカーの方向性といったところについて、まとめて話してみようかなと思います。で、今日はですね、主にパナソニックとシグマとオリンパスですね。それに補足的に富士フィルムあたりを混ぜようかなと思っています。少し前にですね、ニコン、キャノンにもあったみたいなんですけど、ちょっと最近ではなくなってくるので、今日は割愛しようかなと思っています。それではですね、よろしくお願いいたします。で、まずですね、パナソニックですね。で、パナソニックといえばですね、最近このようなフルサイズミラーレスを発表して、しかもライカやシグマと協業ということで、非常に話題になりましたよね。で、このライカやシグマにですね、アプローチをしたのは2018年初めみたいで、他にもですね、いろんなメーカーにどうやら声はかけたみたいです。で、もちろんですね、その中にオリンパスもあったようなんですけど、どうやらですね、そのフルサイズミラーレスに対する見解が異なったみたいで、あまりいい感触が得られなかったと。なので、今回のですね、エールマウントアライアンスでは、入らなかったということですね。オリンパスはオリンパスでですね、またインタビューがされてて、その主張もあるのでね、そちらは後で述べたいかなと思います。で、そして、最近ですね、オートフォーカスの進歩が著しくて、ソニーからですね、動物の瞳にも対応した、そういった AF がですね、新しいファームウェアアップデートをするよという告知がありました。で、パナソニックはですね、新しい AI オートフォーカスを使って、そのディープラーニングを使用してですね、動物の瞳を追尾しますと、そういったインタビューがどうもされてましたね。おそらく S1 や S1R にはこういった機能が搭載されるんじゃないでしょうか。あるいはね、今出てる GH5 とかにもですね、次期ファームアップされるよという話がありましたんで、そちらも対応してくるかもしれません。この AI オートフォーカスを使って、いろんな状況に対応するというのがね、どうやら方針みたいですね。で、ラージサイズ、あるいはですね、このマイクロフォーサーズ以上のセンサーはこんな感じなんですけど、一方でですね、スマートフォンプロジェクトは断念してますよと。で、CM1 というですね、カメラがあったわけなんですけど、こういったカメラはですね、どうやら開発は断念してるみたいです。で、これ生産終了になってですね、この後継機が出てきてないんですけれども、これはどうやらここで終わりかなと。ある意味で、こう、逆発想のカメラなんですけれども、スマホとか PC に、ついでにね、カメラつけちゃえっていうよりは、カメラにですね、Android 搭載しちゃえとか、そんな感じのものですよね。ただちょっとうまくいかなかったみたいです。で、そこで、どうやらこれはね、もう開発やめて、基本的には、フルサイズミラーレスとマイクロフォーサーズの2本立てで、今後は展開していきますよと、そういったことがですね、分かってきたところですね。で、マイクロフォーサーズといえばですね、先ほどもちょっと話題に挙げましたけれども、オリンパスですよね。で、オリンパスはどうしてフルサイズミラーレスに参加しなかったのか、そういったあたりのインタビューがちょっとされていました。で、こんな感じのね、どうやら見解みたいです。で、まずはですね、やはりフォーサーズは小型軽量が実現できるので、そこに専念したいという、そういったね、声明を、声明というかインタビューでね、答えを出していました。で、フルサイズミラーレスのその発表自体はどうも歓迎しているということで、そのミラーレスにね、どんどん移行すること自体は、いいことだと言ってましたね。ここら辺がちょっとね、微妙な言い回しだったんですけれども、ただ自分たちはあまりフルサイズには興味がありませんよと言った、そんな感じでしたね。ここちょっと微妙なんですけど。で、今後どうしていくかということなんですけれども、より高性能な望遠レンズをユーザーは求めていると。で、オリンパスといえばですね、今こんな感じのレンズのラインナップになってるわけなんですけど、確かにね、望遠の方が今 300mm f4.0 というものがあるんですが、例えばですね、200mm とか、あるいは 400mm、そういったものがもしかしたら求められてるのかもしれません。
フォーサーズなんで、換算の焦点距離は2倍になりますけどね。スペック ×2 になります。まあ、こちら300ミリなんで600ミリ。だから200ミリとか400ミリ出すと、それは400とか800とかになるのかな。で、テレコンバーターがね、1.4 のテレコンがありますので、まあ、それを使いながらですね、まあ、いろんな焦点距離を実現できる。まあ、そうなるとですね、まあ、スポーツとか野鳥とかで、まあ、いずれですね、使われてくるんじゃないかなと思います。で、あとはですね、この M 随行 Pro の方には、ズームの望遠レンズというものがありませんので、そこら辺ももしかしたら開発しているのかもしれません。普通のこの M 随行の方にはですね、75-300 というものがあるんですけれども、まあもうちょっと性能のいいもの、まあプロ向けのレンズなども、まあ計画しているのかもしれませんね。で、特にですね、三脚を持ち歩く必要性を減らしたい。まあ、そのために手ブレ補正機構などを進化させる。まあ、そういったことも計画しているみたいで、ただ、その性能と大きさのバランスを取る必要があって、まあ、そこが今後の課題だと言ってますね。まあ、ボディ側の手ブレ補正もそうですし、例えば望遠レンズだったらね、その望遠レンズ側をどうするか、そういったことを考えているのでしょう。で、これからですね、今後どうなるかということなんですけれども、まあ、基本的にはフルサイズミラーレス市場へは、参戦はですね、消極的な感じですね。で、基本的に小型軽量のシステムを中心に開発していって、例えばですね、この望遠レンズでも、この手持ちで撮影できる、手持ちでですね、こう、ピタッと止めて撮影できるような、まあ、そんなシステムを中心に作りたいんだろうなと思っています。まあ、もしかしたらですね、近いうちにそういったレンズの発表もあるかもしれません。まあ、例えばですね、M随行 Pro の、まあ、どれぐらいになるかな、100、400とか、それぐらいのね、ズームレンズとかが出てくるかもしれません。まあ、今流れはですね、こう、フルサイズミラーレス、フルサイズミラーレスっていう感じになってますけれども、まあ、確かにですね、天体写真の方ではね、これは大きなメリットがあって、僕も非常に歓迎しています。ただ、今ね、出ている製品とか見てみると、レンズもかなり大型化してますし、まあカメラボディもね、S1 とか結構でかいじゃないですか。まあでかくて重くなってもいいよという分野もありますんで、まあそれはそれでいいんですけど、一方でこのような小型軽量システムも、まあ残ってほしいなと、今後もね、発展していってほしいなというところがありますんで、こう多様性を残すという意味では、まあオリンパスのこの方針はね、これはこれでありじゃないかなと思っています。まあ最近ですね、特にこの野鳥撮影などをしてみて、その小さいセンサーならね、小さいセンサーでメリットがあるなという、まあ、そういうところを、まあ、感じつつあるんでね、まあ、これはこれでね、僕は賛成したいかなと思っています。ともかくユーザーとしてはですね、まあ、いろんなタイプがあった方が選択肢が増えますので、ありがたいことかなとは思いますけどね。まあ、ということでオリンパスはこんな感じでした。じゃあ次にですね、まあ、ちょっとシグマのインタビューもありましたんで、それについてまとめてみたいと思います。で、やっぱりですね、このエルマントアライアンスの始まりっていうのは、パナソニックからどうも提案されたみたいですね。どうもパナソニックがいろんなところに声をかけたっていうのは、事実みたいです。で、実はですね、独自に新マウントでのフルサイズミラーレス計画してたみたいなんですよ。で、SA マウントがね、SA マウント機今後開発しませんということだったんですけど、どうやらですね、もともとやめるつもりだったみたいですね。もともと新マウントを作るつもりだったらしいです。ただ、ちょうどそこに提案があったので、まあ、切り替えたということでした。で、今後はですね、既存の製品をエルマント化するだけではなくて、新レンズもね、どんどん開発していきますよと。で、中には、手堅いスペックのレンズもありますし、まあ、逆にね、こう、挑戦的なものも作っていく。まあ、そういった方針らしいですね。まあ、僕としてはね、やっぱりこのシグマっていうのは、多少挑戦的なね、レンズっていうところに魅力を感じていますので、まあ、今後もね、注目していきたいかなと思っています。まあ、それはいろいろあると思いますけどね。多少でかくなってしまってもいいから、とにかく光学性能を追求して、まあ、価格もそこそこのもの。あるいは逆にですね、とにかく小型軽量を目指したような、まあ、そういったレンズ、まあ、いろいろね、出てくると思うので、まあ、楽しみにしておきたい、ですね。そしてこれはおっと思ったのは、キャノンの EF とエルマントアダプターというものをね、今後投入する予定であるということですね。
まあ、これは結構大きくって、現行の L マウントってとにかくレンズ高いじゃないですか。かなりお高いじゃないですか。まあ、なんですけど、これが出ればですね、キャノン EF を使えるんで、まあ、例えばね、シグマの EF レンズも使えますし、もちろんキャノン純正のも使っていけるということで、まあ、ユーザーとしてはね、ありがたいと思います。まあ、ところでなんですけれども、フルサイズミラーレスでね、EOS R ってあるじゃないですか。まあ、これも同様に RF から EF のアダプターがあって、まあ、それもちょっと僕考えてみたんですよね。で、考えてたんですけれども、それだったらね、6D Mark II とかでもいいんじゃないかなっていうふうにね、だんだん思ってきちゃって、まあ、そこら辺もあってね、最近ちょっとこの R に対する熱はちょっと落ちてきてる感じがあります。で、もしですね、こちらの L マウントと EF アダプターであれば、カメラの方がね、S1 とかだったら非常に新しくなってきて、まあ、しかもそちらでしかない機能もありますので、まあ、こういうアダプターを使ってね、EF レンズ使うって意味あると思うんですよ。ただ、こちらの R の方だと、わざわざそこまでしてという感じがしたので、まあ、僕はね、今ちょっと、すいません、熱冷めてしまってます。ただ、もし状況が一変するということがあるとすれば、改造が出る、冷却改造機とかがね、もし瀬尾さんとかから出れば、急にこれが欲しくなってしまうかもしれません。まあ、そうなったらね、前もちょっと話しましたけれども、三刀流の使い方というものができますので、まあ、ちょっとね、状況が変わります。まあ、すでに 6D Mark II の冷却改造出てるんですけど、やっぱね、画素数が400万画素とはいえ、ちょっと上がることはね、天体写真ではかなり効果がありますので、真剣に検討したくなるでしょうね。まあ、すいません。ちょっと今のはね、完全に余談です。じゃあちょっと話を元に戻して、シグマのね、L マウント関係の話にします。で、現在はですね、どうやら、L マウントカメラに開発を集中しているということで、フォビオンセンサーを使ったようなですね、まあ、そんなカメラが出てくるんじゃないかなとは思ってるんですけれども、まだそこら辺の詳細はね、分かってない状況です。で、L マウントシステムは、それぞれね、三者三様で、各社の特徴がね、まあ、出てくると思うということで、まあ、そこら辺が面白くなってくるんじゃないかという見解でした。まあ、とにかくね、シグマさんに対しては、この L マウント関係のね、質問がかなり多かったみたいで、当分はですね、それ用のカメラ、レンズ等を中心に開発をしていく、まあ、そういった方針みたいですね。まあ、そういえばね、今思い出したんですけれども、シグマの社長さんがですね、本日、意味深なツイートをされていまして、当社では初めてのドイツ製製品が出てくるかもしれないみたいなことをね、おっしゃってましたね。何になるんでしょうかね。レンズとかなんかそこら辺がドイツ製になるのか。まあ、これはこれでね、また楽しみかなと思います。まあ、ということでね、シグマさんに関してはこれくらいで終わります。じゃあ最後にですね、まあ、ちょっと富士フィルムさんにもですね、インタビューがされてましたんで、まあ、一言二言ぐらいだったんですけど、補足的に述べたいかなと思います。で、新しくね、最近この XT3 というカメラが出てきましたけど、こちらのセンサーがね、2600万画素のセンサーなんですが、サムスン製なので、ではないかというね、まあ、そういった憶測が流れてました。ただそれはなんか真っ向からね、否定されてまして、これはね、自社でなんか作りましたよみたいなことをおっしゃってました。ただまあ、実際裏ではね、どこが作ってるかわかりませんけどね。昔はですね、これどうやらソニー製のセンサーを自社で改良して、なんか搭載して、まあ、それを X トランスとか言ってたみたいなんで、まあ、本当のところはどうかわからないんですけど、まあ、とにかくサムスン製ではどうやらないみたいですね。まあ、そこら辺はね、正直よくわかんないところがあって、ソニーだけじゃなくてね、他にも10社ぐらい国内でもセンサー作ってるメーカーがあって、まあ、そういうところから買い取って、まあ、改良してるのかもしれません。まあ、こればっかりはですね、ユーザー側としては、まあ、計り知れないところなんですけれども、まあ、最終的にね、まあ、出てくる写真が良ければそれでいいんじゃないかなと、まあ、僕は軽く考えてますけどね。ということで、今日はですね、まあ、いろんなメーカーに対して、まあ、インタビューが行われたみたいなんですけど、まあ、そのまとめをやってみました。まあ、今後のね、まあ、方針とかも、まあ、垣間見えましたんで、まあ、またね、そこら辺が楽しみなところかなと思います。それではですね、今日はこれぐらいでお話を終わります。ここまでご視聴くださった方、どうもありがとうございました。それでは失礼します。さよなら。